はい、皆さんこんにちは、榊篤史でございます。暑い、千代田区32度でございまして、この部屋は今冷房を消しましたけど29度ぐらいですね。8月は16日の水曜日でございます。はい、ですね、日経平均はマイナス400円超えましたね。427ですね。31,811とじわっと下がってきましたね。GDP はね、4、6月がですね、年率換算 6% という高い成長率なんですけども、気になるのは個人消費というものがマイナスであると。まあわずかですけどね。でこれからもっとマイナスになりますよ。なぜかというとインフレなんですね。私のような庶民はですね、毎日スーパーの値札を見ておりましてですね、日々感じます。うわインフレやん、高いやん、思いながらですね、毎日暮らしてました。財布の紐を締めざるを得ないわけですね。いやそれはだから消費は減退するでしょう。だからそれがですね、巡り巡って企業業績になってですね、それが株価に反映されていくんだろうなという気はします。まあでもまだ 31,813円ですからね。ドル円が 145.446 と、原油が 80.7 と、注目ドルウォンはですね 1,338 と、はい、行きましょう。もうここのとこですね、ますます多くなってきました。何がと、中国は不景気であると、で中国の不動産市場がよろしくないというニュースですね。もちろん私がそれをポチッとする人間なんですね、それに合わせてラインナップがわっと出てくるんだとは思います。けども多くなりましたね。もう1日5件や6件ちゃいますもんね。これね、三月前、今年の春先ぐらいであればですね、そんなにも多くなかったんですよ、実は。ポツポツと2、3日に1本来たかなという感じだったんですよね。急激です。急激に来てまして、で、ここ1、2週間はこのですね、碧桂園ですね、の関連でぐわっとまた増えました。で、昨日ですね、中国はですね、若者の失業率は発表しなくなる。発表もせえへんという宣言を、まあ、開き直るみたいなものですけど、してまして、中国の景気がですね、ますます悪化しているということがですね、共通認識にもうなりつつありますね。ロイターでございまして、これは昨日の12時40分午後、中国不動産業界の資金繰り悪化、当局の対応を求める圧力強まると。中国最大手の民営不動産開発会社碧桂園がオフショア債、オンショア死亡債、オンショアとオフショアは何かって国内と国外というだけなんですよ。簡単に言えばいいよね。オンショアですから国内ですね、死亡債の償還延期を求めて延期を初めて要請し、不動産業界の資金難を示す新たな兆候となった。当局の対応を求める圧力は強まっている。かつて財務的に健全と考えられていた同社の苦境は住宅購入者や金融会社にも影響を与える可能性があり、当局の支援が近いうちに実現しなければより多くの民営デベロッパーが転換点に近づくことになる。中国不動産セクターは2021年後半以降、売上の落ち込み、流動性の逼迫、流動性とお金のことですからね、の逼迫って要は金がないと、金詰まりということですね。一連のデベロッパーのデフォルトに見舞われており、中国恒大集団が債務危機の中心となっている。投資家心理に新たな打撃を与える動きとして、中国の上場企業2社が、週末満期を迎えた投資商品の返済を中油国際信託から受けていないと発表した。シャドーバンクである信託会社は銀行を管理する多くの規制の外で運営され、銀行が販売する資産運用商品の代金を銀行から直接資金を調達できないデベロッパーなどに流している。
中国の影の銀行は3兆ドル規模、3兆ドルと言いますと日本円にしますとですね、450兆円ぐらいですね。デベロッパーへの過大なエクスポージャーに関する懸念は昨年から高まっており、アナリストらは不動産セクターと強い結びつきを持つ信託会社の債務不履行が増加すれば中国経済にさらなる重圧がかかると警告していると。まあ以下ありますけどもですね、貼っておきますのでご興味のある方は読んでみてください。やっぱりね、碧桂園ショックというべきでしょうかね、じわじわと広がってましてですね、今後ですね、比較的ね有料だと思われていたんですね、碧桂園という会社は。それがですね、いよいよ来たかと、ドル建て債の利払いがですね滞ったということですね。で、来月の初めにデフォルト、正式なデフォルトになる可能性があるということです。まあ今のところ五分五分でしょうけども分かりません。で、いずれそれはですね利払いであってですね、本体の償還も来るわけですね。で、その時にきちっとドルが用意できるかというとですね、かなり怪しいところがあります。はい、で、事業構造ですね、碧桂園や恒大の事業構造というのはですね、地方政府からですね土地を買ってですね、それを開発して一般消費者に売るというのはですね事業構造でして、まあ日本のマンションデベロッパーと変わりません。で、それが圧倒的に行き詰まっています。今値下がりが始まってますんで、一般人はマンションを買わなくなってるわけですね。置いといたら下がるやろうと、待ってたら下がるやろという感覚になってるわけでして、2013年から14年にですね同じようなことが一瞬起こりかけました。一瞬起こりかけてですね、でも2016年にはほぼ収束しました。で、どうやって収束させたかというとですね、当局がお金をぶっ込んでですね、値下がりを止めたというのが、まあ、実態でございます。で、それでまた値上がりが始まったわけですね、2017、18と。まあ、ところが2020年にですね、コロナがやってきました。そこで一旦経済活動は全部ストップしましたね。で、2020年にレッドラインというものを出したわけですね。経済というか、不動産がですね、こう熱くなっていると。そこにちょっとこう止めようということでですね、まあ、簡単には融資規制です。をかけたとこ途端にですね、ガタガタとおかしくなってきました。で、今それがですね、どう言いましょうかね、まあこう皆さんの多くの人のですね目に映るような分かりやすい形になってきて、顕在化と言うていいでしょうね。そういう状態になってしまってですね、えらいこっちゃーという騒ぎが始まっているというのが今でございます。私はもうほぼ3年前からですね、2020年の終わりあたりからですね、恒大がおかしくなった時に、まあまあ無理やろうなと。そもそものですね、お隣さんの不動産のマーケットがクレイジーなんですね。上がるから買うという状態でガン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 来てるわけだって、実にですね、上海や北京のマンションの価格というのは東京より高いんです。いや、もう本当ですよ。その辺の普通のマンションが2億したりするんですよ。で、まあ、日本って東京もだいぶ高くなりましたけど、まあそれに比べて向こうはですね、基本が借地権であって、しかも建築制度が甘いわけですね。日本の最近のマンションで30年40年だったら結構いい感じですけども、向こうは10年だったらボロボロなんですね。それが2億3億っておかしいやろお前と、いくらいいとこだと思って、まあだからバブルなんですけど、それが今弾けているという状況ですね。で、これをですね、こう、なんて言いますか、これから崩壊しつつあって、崩壊してるんですけど、止めるためにはですね、2つの方法しかないんですね。ハードランディング、そのまま崩壊に任せて、いや、えいやってやってしまうっていうのが一つと、あとはですね、もう一回膨らますという手法があるんですけども、まあ、今までやってきたこと、中国経済が、もう一回膨らますという方法があります。まあ、でも、それはまあ無理なんですね。で、知らん顔してほっとくというのがあります。まあ、知らん顔してほっとくというのはですね、ハードランディングに近いかな。どんどん崩壊しますから、この、で、当局はですね、もうそのね、
知らん顔してほっとくしかやりようがない感じがしますね。あの昔みたいに2014年5年みたいな、あるいは2008年みたいにですね、当局がガツンと金を入れるという方法はね、もう今取れないんですよね。いや取れますよ、理論的には取れますけども、ただでさえ人民元安いのに、それをやると人民元の信用がガツッとなくなるんですね。だからまあ習近平さんとしてはよく分かってないでしょうけども、見てるしかないんでしょうね。だから僕らはですね、ただ眺めてるだけとで十分かと思います。これからどんどん崩壊していくでしょう。もう失われた何十年かの始まりでして、中国の消費者物価がデフレになっているのはその証拠ですね。日本も1990年代の後半からデフレが始まったんです。構造的には全く一緒でございますね。はい、このロイターのページを一応貼っておきます。はい、ありがとうございました。